はい、たけし農場です。ブルーベリーのね、一草刈りやります。しばらくやってなかったんでね、すごいことになってます。で、今ね、エンジン式の草刈り機は3本とも壊れてますんで、ここはね、電動の草刈り機で、マキタの電動でやります。はい、田んぼのようなね、長丁場にはちょっと向かないんですが、自宅周りのね、ちょっとした草刈りならもうこの牧田で十分かなとも思ってます。で、まあ住宅周りもね、気にしないでやれますからね。そういう意味では電動草刈り機もちょっと選択肢の一つとしてはいいのかなと思っております。はい、ブルーベリーの下草刈りですね、終了になります。